はい、どうもこんにちは、りょうです。今回このチャンネルを、一からスタートするんですが、オープニングであったように、失敗をいろいろね、積み重ねてきて、今年30になるんですけど、それをいい節目に、新たなねチャレンジをしていきたいなと思って、このチャンネルを立ち上げました。具体的に何をしていくかっていうところなんですけど、10年ぶりに、サッカーをまず始めていこうかなと思ってます。サッカー歴でいうと9年間ぐらい、小学校3年から、高校3年までやってたんですけど、それ以降がね仕事も忙しくて、する機会がなかったので、今やっと落ち着いてきて、時間も取れそうなんで、社会人のねサッカーに、挑戦しようかなと思ってこのチャンネルを立ち上げてます。それ以外にもねいろいろ挑戦はしていきたいなと思っているんですが、そんな感じで、日常的なところのリアルっていうのを撮っていきたいなと思ってます。ちょっと自分で、自分のことを撮ってるんで、今までやったことなくて慣れてないのでかなり戸惑ってる部分はあるんですけども、それも慣れていくと思いますので、今後も見ていただけたらなと思います。はい、今日はね、近所のグラウンドで、自分がボールどれだけ蹴れるのかやっていきたいと思います。久々すぎてね、ボールの感覚がないです。もっと練習していきたいと思います。1時間半ぐらい、ちょっとボール蹴ったんですけど、もう体力が持たないので、今日は終了したいと思います。ちょっと体力がなさすぎるんで、まず体力つけて、走り込みの方をやっていきたいなと今後ね思ってます。このグラウンドは小学校の時にね毎週のようにここで試合してました。
すごい懐かしいです。このチャンネルを通してね、まあ再スタートっていうところで、また新たにね、いろんなつながりであったり交流を作っていけたらなと思ってますので、またどんなことでもいいので、コメントいただけたら嬉しいです。あとまあそれとね、チャンネル登録とグッドボタン、の方よろしくお願いいたします。今から体重を測っていきたいと思います。かなりね、体重重いです。ちょっとまあこれもダイエットして、絞っていきたいと思います。